ペライトの電池入れ替えてた。あ、あれって電池なんや。写真漏れてました。え、絶対嘘やん絶対漏れてないやろに漏れてないね、あれは。ね、あのちょいちょいさ、あのプロフィール変わってたの見ました？プロフィールちょいちょい変わってたんですけど、見てくれた？そう、私はね実物が一番可愛いからね。そう、特技に、このハートのやり方わからん。特技にね、愛嬌が溢れました。他もいっぱい増えました。好きな食べ物も変わったし何だ、趣味、趣味とか全部変わったね。将来の夢も変わった。全部変わりました。中七竈門さん、誰もありがとう。新しぐさん、もみじありがとう。たくやくん、リスありがとう。好きな食べ物変わったのはお金が入ったから。違いますよ、やっぱ好きな食べ物ってさ、私飽き性やからさ、その時聞かれた時はなんかあれが好きやったけど、今は違うなと思って、コロコロ変わっちゃうんですよね、好きな食べ物ってね。みんなもそうですよねやっぱその時の好きな食べ物ねあ、ね、吉武恵理子さん可愛いですね。今テレビ出てますね。おいでやす小田さん出てる。嘘、私おいでやす小田さん好きなんですけど。そう、55日になりました。ペナルティさえなければ、もうちょっとは、今何日なんだろう、ペナルティなかったら。うん、これはね、劇場にやったやわもちです。 AB 型のいました。うん、なんで知らなかったの、なんで知らないの。いや、 AB 型なのに。レオッキー、小銭ありがとう。タケポン、もみじありがとう。確かにそう、あ、ほぼ半分終わってるじゃん。余裕やね。千日は続く。あアイスが飛び散った。アイス硬すぎ。ちょっとティッシュ取る。うん、最悪。今日なんか妹感あります。ちょっと待って、消えますここまでの毎日配信で毎日話題あるのすげえ、ほんまにそれな。もうさ、ないと思ってた。だからさ、どうしようってなっててさ。そう、リハーサル始まったらピンチです皆さん今後新衣装のみゆちゃん見れることあると思いますよ。中断はでもね、しないと思います。あれでしょ、15分やったらカウントはされるんですよね。15分やるぐらいなら余裕なので。一口ごとに1分になりますけど、塗ってないです塗ってないです。
和田美優はどんな曲のセンターしたい？全然わからない。なん今日は弱々しそう。ほんまですか？なんだろう、ダンス難しいのはダメ多分選べないと思うんですけど、わからないです。靴下氏のチョコレート、どんな歌？口でチョコ移すってことですか？和田さんセンターの欲望ものいつですか？私に絶対合ってないやんあんなかっこいいの合ってないやん絶対に。もっと悪魔みたいな和田さんが好きだったのに、あの悪魔の時代なんてないんですけど11周年リハいつから始まりそうですか？いつも通り行ったら2週間前とかじゃないんですか？多分ワルプワルプワルププーなん。あーそう、寝るのだ。そう昨日さ飲んだの。あ、山ちゃんトンボありがとう。飲んでさ、びっくりした。なんか飲んだ瞬間でも私オレンジジュースってさ聞いたからさ、もうめちゃくちゃオレンジジュースを想像したの。じゃあさ、もう小学校の時1時間ぐらいかけて飲んだ漢方の味にめっちゃ似てて、うわってなってさ、飲んだ瞬間あのだからもうさ鼻つまんで、あの飲んだ鼻つまんで飲んで行った。骨ボキボキ言ったで、そう漢方飲んだことあるよ。そう、めっちゃもまずいとか言ったらダメだから、なんかってなる味でそうでね、まあこんな味だから効果あるでしょうと思ったけどね、もう一緒なんか飲んだ瞬間はさ、ちょっと眠たくなったの。あれちょっと眠たいと思って、これのおかげでこれのおかげでちょっと眠たくなったんかなと思ったんですけど、結局寝たの5時やし朝の5時に寝て全然そんななかなか寝つけんかったしな。ほんでやっぱ、ね、継続してプラシーボ効果、何それ、初めて聞きました。5時とかやべえの、変わらんやろ絶対、絶対それぐらいまで起きてるでしょ3時に寝るつもりだったんですよ。寝つけの和田さんも可愛い適当やん。あのほんまはね3時ぐらいに寝れる予定だったんですけど、そこからあの漫画あるじゃないですか、携帯の漫画をなんかポイントがめっちゃあって、あの読み始めちゃったらなんか2時間ぐらい経っててさ、おもろーと思って漫画ずっと見れて、結論和田さんは何しても可愛い。甘いね、竹本花ありがとう。そう私はそう夜型人間です、かなり。はい、でもさすがに実家いる時は早く寝ろって怒られてたけどね。あっその前にスマホとかあかん。でも一応ブルーライトレンズカット、ブルーライトカット
もうシール貼ってるんですよ。めっちゃ可愛くて、え、なになになに、めっちゃ可愛くて気になりで見に来ました。わあ、りのちゃん。バナナマン日村みたいに食べたらいいんですよ。どんな食べ方するんですか。美咲ちゃん夜9時に寝てそう。確かに美咲は早く寝てそう。レンゲで食べてないです。なんかやわもちのわらび餅なんですけど、なんか一回溶けたからなんかもうぐちゃ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 です。初見さんのコメントレッスンで読むの羨ましいが、私も初見なのか。ならなくていいよ。みーちゃん明日頑張ってください。わかった、いっぱいアピールしてね。7期で一番真面目そう、美咲ちゃん。あー、みんな真面目やけどね。うそ。こぐまさんアイスありがとう。あ、アイス食べてるからアイス送ってきてくれたん、嬉しい。車の音がすごく聞こえるね。確かに気になります。みんな初見にならなくていいよ。あべ、新しい壁車気に入ってる。ない撮影中ないってカラコンなしにしてはまあいいんじゃないですかみたいな感じです。可愛くしてもらえてますね、その割には。たくやくん、くまありがとう。え、このやわもち餅入ってないパターン、そんなことある。こんな音ですか、遅いと思う。え、嬉しい、これからよろしくね。裸眼です、もうほんま死にたい。七期王での二次審査どんなことしたか知りたい。え、うん、何もしてないですよ私、面白いこと何も。真中のたこ焼きが食べたくて大阪に引っ越してきましたの時です。でほんまに別に面白いことしなくても大丈夫ですよ、本当にマジで普通でいいです。うん、不気味で言うな。新衣装目白、うん、そう。狙ったことすると落とされちゃう。今夜の通天閣はオレンジ。え、なんで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 ですか。いつも何色なんですか。お、嬉しい、配信通知だった、やった。水色、え、水色好きなんやん。は、初聞き。やわもち何味、これ自分で買ったんじゃないよ。でもい、え、わらび餅って書いてる、劇場にあったから持って帰ってきました。私が水色一番好きなので、これだけは絶対。ほら見て、この水色たちを。セブンの生チョコアイスは、え、何年か前、1年前ぐらいに食べました。水色でもほんまに可愛い、ほら見て。
私のパジャマも水色。ちなみに下のズボン、今入ってるズボンも水色。どうだどうだどうだ、ここも水色ですよ、ほら。その中も水色？うん、水色です。うっそ、なんでしょう、秘密だよ。コテッツくん、アイスありがとう。なんかさ、びっくりした、自分の顔が止まってたから止まってるように見えた。あの、何、何の話だか分かる、忘れた。見せないです。うん、あ、スプーン落ちた。え、1年前とかもありますよ、生チョコアイス。私違うの食べたんかな。忘れちゃった。5日連続配信中ってなってるの気になるな。そうなん？でもさ、配信途切れてもさ、15日連続配信中ってなってたから、これが変なの。こんばんは。ムックがピアノしてる。何で？NMB48 今グラビア合戦だね。確かに皆さんすごいですもんね。ジャンププラス漫画、今日食べたリンゴのハーゲンダッツ。え、リンゴ、リンゴの、リンゴ食べれへん、リンゴ食べれないんです私。オレンジは好き。リンゴの何が無理？そんな、別に食べれるよ、食べれるんですけど、いちご大好き。リンゴジュースも飲まないです。リンゴだったらオレンジに選べます。オレンジジュース大好き。あ、思い出した。思い出しました。言いたいこと。うん、前髪調子良き。あのね、思い出しましたよ。うわ、忘れた、最悪や。アボカド大好きです。何、ちょほんまにやば、プレッシャー、プレッシャーで忘れた。あ、思い出した、あの、特技で、あの、愛嬌って書いてるじゃないですか。愛嬌ハートって書いてるんですけど、正直 何が愛嬌なんか分からへん。ほんまにバッティングできるの？
小学生の時クリーンナップですよ。5番バッターですよ。なんかみんなに話してて、先輩とかみんなから愛嬌すごいみたいな、愛嬌やばいみたいに言われるから、じゃあ特技として愛嬌書こうと思って書いたけど、自分では別に何が愛嬌なのかは分かりません。私あざとくはないよ。いや特技です、愛嬌してって言われたらやるもん。特技STU の吉田さらちゃん知ってるの？あ、スターフォローしていただいたのでお返ししました。愛嬌は言われてするもんじゃないと思います。え、でもさ、なんか高校してって言われたら分かったって何でもしちゃうから。分かった、うちは書いてたら愛嬌しに行くわ。キャベツさん、もみじありがとう。あのね、潜在写真の時さ、髪の毛真っ黒やからもうほんまに嫌。潜在写真の前にな、染め真っ黒になったから、潜在写真があるから真っ黒になったからね。ぷ。そうやって愛嬌すぎるセンスにもがない。ああ、ありがとう。あれ、充電が 20% ならの？あのね、こっち側で配信してるときは充電器差しながらしてるときなんですよ。だから、はい、潜在写真は黒髪取らなくちゃいけないんですか？あ、私がね、すぐね色落ちしちゃうの。あの、昔なんかよくさ、何回もブリーチしてたからね、すぐね髪の毛真っ黒になってもすぐにね色が抜けていくんですよ。だからその潜在写真ってなったら黒くしなきゃいけないの。研究生だからね、ルールが厳しいの。うん、そう、維持しないといけない。え、そうな、他にもフォローされてるんや。明日入ったらうちは持っていくよ。みゆのうちはしか持たないで。髪型何が好き？何でしょうね。何が似合うか分からへん、自分で。何が似合いますか？と武藤トムさんの妹。そう、代償。明日も拳で。楽しみ。そう、カラコンもしちゃダメ。昇格したら明るくする？したいな。でもそんなに明るくはしたくないな。でもしおんさん見てたらめっちゃ可愛いなって思います。コンディション整えるために早く寝ます。えら、みえは今日何時に寝よう？何時に寝たらいい？みんな知らん。何時に寝ようかな。5時。明日集合早いんですけど、明日
ウィルビーアイドル昼夜公演だから朝に集合なんだけど、カラコンとカミソメ以外に研究生が禁止されてることってありますか？ネイル、メイクはめっちゃ薄くされるメイクさんが薄くする。あとなんやろな、髪型ずっと一緒、固定ヘア、一回決まったらもうずっとそれ、研究生のうちは。あとなんだろう、わかんないあとはあれじゃない、なんか学校生活でも後輩がやるような感じのあれじゃないですかね、わかんないです、あんまりよくわかんないかに厳しいね、古き良き伝統的な今とかはね自分のメイクできるからいいんですよ、好きな髪型もできるしねこれよくやっちゃうんです私、好きすぎてしんどい、本当大丈夫まだ調子乗ってんじゃん、なんて書いてんのやろなんで寝て、なんで寝へんのジオもこれやってるん、これミユ発祥ですよミユにラーメンおごられたい、違う、おごって登ってくださいパクられるお大阪泊まりいいね、そうよくパクられるマジまあね憧れるんでしょうねしばかれる、あーやめて嘘だよー今日もっちゃんは知らない、 LINE してたけど、そんな毎日ずっと一緒にいないよ、泊まりといえばあっぱそうなん、憧れる、何に、やばい前髪散らかり出したで、みんなほら見てわかるでしょ、うっちゃん麻雀してたの、今イカゲーム見てない、たくやくん星ありがとう、最近耳切れてない、耳が切れてない、嬉しい、ほらあちょっと切れてるでも前みたいに痛くない、嬉しい、野菜今日ホイコーロー食べたからか、野菜食べてるね治ってないなごみっていうラーメン知ってる、あそれさなんかファンの人によく言われるよ、名前が似てるラーメン屋さんね、でも私食べたことないの、散らかってる、偉いでしょ、もっと褒めて、そいやあーありがとう久しぶり、プーキルキル同担、何同担拒否って書いてあるかな、和田五六もっと自炊始めたし、偉いね、家政婦の餅散らかってます、いいなつミュージックブルードゥー見てないですなんて読むんだろう部屋も散らかってそう、誰の部屋散らかってるのは〇〇さんです〇〇さんの部屋が散らかって、私の部屋は綺麗ですマジで同担拒否重いと思いますか、みゆの同担拒否見たことないな
見たことない。みゆ、みゆの同担拒否のみゆ推しの人見たことない。おるん、おるかな、いますか。確かにみゆの推しの人みんないい人、みんな大好き、みんな優しい。あのちゃん自分のファンの人覚えてなさそう。そんなことないです、私めっちゃ覚えてますよ本当に。ミュージックブラッド、初めて聞いた。見えないアイコンにしてる人増えた、そんな増えてない、おかしいな。覚えてるで、ほんまにめっちゃ覚えてる、マジすぐ覚えるんちゃうんレベル。見えて怒ることある、めっちゃ怒るで。ほんまに加入した時ぐらいはもうすぐめっちゃ怒ってた。加入当初はもうほんまにめっちゃ怒ってたから、今はもうそんなことないけど、だからダンスの先生にめっちゃ丸くなったって言われました。もうめっちゃ素直になったって、イエーイ。そう。誰に。じゃあなんかさ、その時当時は、当時ってまだ1年前とかなんですけど、あのそんな年下の子と関わる機会がなかったので、なんか自分がすごいわがままやって、でもやっぱ活動していくに あたって、あの私がはもうめちゃくちゃ年上という、考えが芽生えて、めちゃくちゃ素直な優しい子に育ちました。はい、でもほんまにダンスの先生に丸くなったって言われたから、素直になったって褒めていただいてから、もう今はもう、はい。ね、いいことです。怒鳴りはしない、怒鳴るはしません、怒鳴らない、怒鳴りません。母になる。そう、素直が一番。お母さんじゃないねん。お母さんじゃないんですよ。お宅になってから優しくなった、マジでそうなんや。女の子と接するからかな、自分が自分がじゃない。じゃないよ。無視もしない、ちゃんと言う。無視しないね、ちゃんと本人に向かって言いますよ。そう、一番年、そう、そういうこと、一番年下から年上になったからさ、そのギャップが。おばって。そうそうね、あるよね、うん。何歳やと思ってるんですか。四角くはならないです。年下の先輩と絡むのって難しいで、全然そんなことないんで、私元からこういう、なんて言うんですか、妹、なんて言うん、なんかしっかり者とかじゃないから、同級生の子とかでもついていきますみたいなタイプだったし、なんか年下の後輩、仲いい年下の女の子の後輩とかめっちゃベタベタするタイプだから、全然そんな、なんか、はい。みゆはそうなんですよ、それめっちゃ言われます。
視点入ったら怒れる。うん、怒るつもりはないです。そんな違う、私そんなメンバーに怒らないんです。私メンバー、うん、メンバーに怒ってない、今までこの今した話の中でメンバーには怒ったことないですよ。7期生で今一番仲がいいの。一番は分からん誰なんやろ。みんな好きだから、みんな好き下まぶたが気になる。なんでなんで、どうなってるメンバーのは怒ってない。物壊してる時怖かったって。違う、あれはお仕事だからねアイシャドウ、これあれですよ、昔言ったキラキラはペリペラです差し入れの奪い合いに参加したことはないです違う子たちが奪い合ってます。私は余ったものをもらいますほんまにそんな、私そんなメンバーには怒ってないんですよ。みんな勘違いしないでね、本当に。ちょっとみんなよくわからないので終わります13位ハマモンさんありがとうございます。12位カルちゃんありがとうございます。11位ゆうちゃんとマークミューラブさんありがとうございます。10位キンキンさんありがとうございます。9位キャベツさんありがとうございます。8位七かまどさんありがとうございます。7位たけぽんありがとうございます。6位こばりくんありがとうございます。5位しんしんさんありがとうございます。4位トマト、あ、明日月記場来るの待ってます、ありがとう、来てくれて待ってます、ありがとうございます。3位たくやくんありがとうございます。そして第2位やまちゃんありがとうございます。第1位こぐまさん、いつもありがとうね、今日もありがとうそう、みんなちょっとよくわからないこといっぱい言ってるから終わりますグラモって一番ありそうな気しかない。やばくない、私裏でもこれですよ、本当に変なこと言わないでくださいはい、ではありがとうございました。バイバーイ。